松井知事のちょっと一言。こんにちは。こんにちは。どうもおめでとうございます。感動岡田大賞松本薫様、あなたは第30回オリンピックロンドン大会の、柔道女子57キロ級において金メダルを獲得するという快挙を成し遂げ、もう金メダルしかないなというのでちょっとこう集中してやった。そうです。試合まではずっとやっぱり柔道が金メダルで評価されるので、うん、はい、そういう重みを感じてたんですけど、試合の時、いざ自分の試合の時はもうそういう全ての邪念を払って、はい、戦いました。まあ、体が勝手に動くんだろうね。そうですね。そうなるとね、うん、これ大体みんなこうね、ずっと持ってたり重たいね。真剣すぎるんで笑顔が。どうもありがとうございます。今日はよろしくお願いします。感動岡田大賞平野早矢香様、あなたは第30回オリンピックロンドン大会卓球女子団体において銀メダルを獲得するという快挙を成し遂げ、一つお酒飲むとなんかまろやかな味にするの器ですんで、はい、なるらしい。お酒飲みます？今日はあんまりまず、じゃあ、はい、ビールでも。あ、はい、どうも。谷江美紀様、あなたは競技力向上に精錬され、第30回オリンピック競技大会において輝かしい成績を収め、府民に喜びと誇りを与えました。あの、アーチェリーだと、あの、どのぐらいの距離で、そう。ああ、どのぐらいの大きさに見える？100円玉。はい。ああ、視力悪かったら見えないですよ、的。そうでしょ。うん。最初ぐらいであったんですよ。先にアーチェリーだったんで、あのなかなか会えないんですけど、やっぱ時間帯が違くて、パッて会った時に、うん、あ、おめでとうって言って、帰っておめでとうよかったねとかって言って、どうだったんですか？全然緊張しなかったんですいいねとかで、パワーもらってから私も締めに入りました。それも最初から最後まで緊張せず。まったく。すごいね、それは。アーチェリーはアーチェリーっていうふうに書いてある。2人をこう持ち比べて、銀のがちょっとね、重いってことが判明したんだよね。ちょっと、あ、持ち比べてみてください。ちょっと、こうやってやると、ちょっとね、気持ちやっぱね、銀のが。同じもんね。でも、では松井知事のちょっと一言よろしくお願いします。はい、お願いします。ロンドンオリンピックのメダリストである柔道の松本選手、卓球の平野選手、アーチェリーの蟹江選手と大阪ゆかりの選手が感動大阪大賞、大阪スポーツ大賞受賞されました。3名の選手の方々とお話しされてみていかがでしたでしょうか？いや、本当に嬉しい限りというか、まあ、勇気をもらったような気がします。大阪ゆかりの選手が、まあ、金銀銅とそれぞれ あのメダルを、獲得をされ、あの大阪府民の皆さんも、まあ、目をこすりながら、応援されてたことだと思います。そして、選手の皆さんから、勇気と元気と、そういうものを、メッセージとして、みんなに伝わったんではないかなと、こういうふうに感じてます。
はい、それではですね、今不正情報室にインターンシップの大学生が来ておりますので、彼女の方からもインタビューをお願いいたします。はい、知事はオリンピックをよく見られていたとお伺いしたのですが、種目や選手、試合などどんなシーンが印象的でしたか？まあ水泳の、リレー、メドレー、リレーか、すごくこうチームワークというか、まあ、全員で必ずメダルを取ろうみたいな、そういう、こう思いみたいなのが画面から伝わってきたというので、本当にもう画面のこちら側で、応援してましたね。それとやっぱり、まあ柔道、これは日本の、国技と言われるようなもんでね、これも、ぜひこうやはり、柔道といえば日本という日本というような形でね、勝ってもらいたいなとこう思ってました。ありがとうございます。では最後に、このオリンピックで大阪出身の選手ですとかゆかりの選手がたくさん活躍されてるんですけれども、改めましてそういった選手の方々にお祝いの言葉やメッセージなどをお願いいたします。いや、もう皆さん本当にありがとうございました。大阪ゆかりのオリンピックに出場された、大勢の選手の皆さん、同時にパラリンピックにも出場されている選手の皆さん、これはまあオリンピック、パラリンピック、セットで、一つの大会です。メダルを取れた方、そうではなかった方でも、皆さん方のお一人お一人の、その、熱い思いというのは、大阪府民に、必ず届いてます。そして府民の、全ての人がそのことに感謝をしてます。ぜひこれからも、スポーツを通じて、今厳しい状況の日本ですけれども、国民、府民、市民に、皆さんの熱いメッセージをぜひ伝えてください。本当にご苦労様でした。ありがとうございました。